福沢幸男6月18日から1969年2月12日、フランスのパリ生まれのレーサー兼、ファッションモデル。新字体で福沢幸男とも表記される。身長170センチメートル。福沢幸千のひ孫。子。当時在フランス日本国大使館に勤務していた、父親の福沢進太郎と、フランスへ歌の勉強に来ていたギリシャ人。 ソプラノ歌手の福沢アクリビとの間に生まれた。慶応義塾の創設者、福沢諭吉の彦で、妹はアーティストの福沢え美第二次世界大戦の終戦後に家族と共に帰国し、慶応義塾中東部、慶応義塾高等学校を経て、慶応義塾大学法学部へ進学した。トヨタ7在学中から、モータースポーツに親しみ、 イスズファクトリー契約のレーシングドライバーの一員となり、ベレット GT で船橋サーキットに通い、1966年1月、トヨタファクトリーの契約レーシングドライバーとなった。トヨタ在籍時は、スポーツ800、1600GT、2000GT、トヨタ7などのレーシングカーに乗り、数々のビッグイベントで好成績を収めてきた。特に1968年11月、 富士スピードウェイで行われた日本キャンアムでの検討が有名。ナミール、外国人プロレーサーが操る7リッターに座、レーシングカーを相手に3リッターのトヨタ7で戦い、総合4位。日本人選手の中では第1位という成績で大活躍をした。また 2000GT で記念すべき第1回鈴鹿 1000km の優勝者にもなり、第3回でもトヨタ7を買って優勝している。 1966年秋に同社が茨城県八田上に所在した日本自動車研究所の自動車高速試験場で行ったトヨタ 2000GT のスピード記録挑戦に参加4人のチームメイトと交代でハンドルを握りながら70時間余りを走り切って輝かしい記録を作ったちなみにプライベートでもトヨタ 2000GT を愛用していたレーサーとして活躍するから アパレルメーカーとして人気を博していたエドワーズの取締役兼企画部長を務め、さらに小柄ながらも、その端正な顔立ちと福沢幸吉の彦という経歴からモデルとしても有名となった。CM の世界では、1967年から1968年頃にマックスファクターフォーメン、ナショナルパナソニックトランジスタラジオ、トーレ、トヨタパブリカ等のイメージキャラクターでもあった。 釜谷津博やつひやさ井正明など、信仰の深かった、ザ・スパイダースの人気の影の立役者でもあり、仕事で行く先々で取り入れた内外の知識や文化を、トレンドリーダーとして発揮させていた。また、当時から内田優也や加賀まりこ、川添松郎、三つお兄弟、杉江博吉らと信仰が深く、港区にあるレストラン、キャンティの常連でもあった。レーシングドライバーとして、 さらなる飛躍を期待されていたが、1969年2月12日に、静岡県袋井市のヤマハテストコースで、トヨタのレーシングカー、トヨタ7のテスト中に起きた事故により、この世を去った、去年25、不法を聞いた、当時の恋人だった、歌手、小川智子が、フジテレビジョン系列の歌謡番組、夜のヒットスタジオの生放送中に、初恋の人を歌唱しながら、 涙を流した。後に、親友の釜谷やつが彼を忍んだ曲、ソーロングサチオを作り、ザ・スパイダースのアルバムに収録し、話題を呼んだ。また、同じく親友の一人であった、美保慶太郎により、サウンドポエジー、サチオという追悼アルバムも同時期に発表されている。同アルバム内9曲目のパリの思い出という作品は、 伊集加代子のスキャットを BGM に福沢と美穂の二人がパリについて語り合うという構成になっており、両名の生前の肉声が聞ける貴重な音源である。また寺山修司は、福沢幸男の事故死をテーマにした、さらば幸を、男が死ぬ時その2を作詞し、現在でも CD で聴くことができる。1969年2月10日に袋井テストコースがコース開きとなり、 翌々日の最初の本格的な走行中に、福沢の死亡事故が発生した。ここは10月の日本グランプリに向けて、新型の5リッタートヨタ7の開発拠点となる予定だった。当日、福沢は5リッタートヨタ7用に試作した、ロングテールのクローズドボディを、旧型の3リッタートヨタ7の車種に装着して、先行開発テストを行っていた。 直線区間から1コーナーに向かう途中、福沢のマシンは突然、コースアウトして、コース脇の芝生に建てられた標識の鉄柱に激突、さらに土手に激突して炎上した。福沢の同僚だった細谷四法洋は、事故後に腕に火傷を負いながら助け出そうとしたが、シートベルトが外れず救助できなかった。結局、救助できたのは消火作業後だったが、福沢はすでに死亡していた。 死因は頭蓋骨骨折による脳座症で標識に激突した時点で即死だったとみられる。目撃証言では直線部分で突然車の挙動が不安定になり、コース右側の標識に激突したという、往復の影響を受けたという見方もあるが、遺族は車両側の原因による事故の可能性を強く疑った。さらに父、慎太郎の証言では、前日、 非常にナーバスになっており、できるなら明日は走りたくない。中止になってくれれば嬉しいんだがという言葉を漏らしていたという。細谷は後に、トヨタ7は、ルマン24時間レースや、カンナムレースも視野に入れていた。ルマン用マシンは、時速 300km を超えるのを目標に、僕がテストしていた。悪口のように聞こえたら本意ではないが、僕がマシンをテストし、もう、 少し煮詰めが必要と述べたら、福沢君がそのくらいのレないでプロと言えますかときた。福沢君はセンスがあり早かったが少し自信過剰になっていたかもしれないと述べている。当時のトヨタは特にライバルの日産自動車との間でレーシングカーの開発競争にしのぎを削っていた時期でもあり、警察の現場検証に対してさえも企業秘密保持との理由から事故車両を 早々と撤収した。さらに、証拠資料として、事故車両とは全く違うタイプのレーシングカーの写真を提供したり、また、事故原因については、車両側ではなく、ドライバー側に非があると主張した。このことは、当時のマスコミも、事件扱いし、多くの新聞や雑誌、果ては、国会でも取り上げられ、社会問題にもなった。 このようなトヨタの対応に怒りを覚えた父の真、太郎は、その後息子の幸雄の名誉回復のため、トヨタ関係者を業務上過失致死傷、証拠隠滅で告訴。静岡地方検察庁浜松支部は、3人を控訴するだけの証拠がないとして、不起訴としたが、浜松検察審査会が不起訴不当判決。再捜査が行われて、再度不起訴といった展開となった。 その後10年以上法廷で争った末、1981年にトヨタが遺族側に6、100万円を支払う形で和解が成立したが、事故原因の真相については未だに不明である。ありがとうございます。